はい、今ですねクロアチアのねドブロブニクにいます。ドブロブニク、世界遺産都市ドブロブニクですね。最近日本人なんかも多く来てるところなんですけどね。でドブロブニクのね旧市街外にある急行なところに今休んでるところ、現地のところね。でこんな形で船着き場になってるんで、港になってるんで、その船を見ながらね、揺れてる船を見ながら楽しんでると思うんですよ。人もかなり多いですね、この辺りの人がね。であっちに見えるのが山、スルジ山という山です。で、あそこの、ね、上からの景色が素晴らしいです。もしくはこの城壁の上乗ってみてね、城壁の上からの景色が素晴らしいですけどね。